こんにちは、平城です。今日は暖かいので外撮影しております。ということで本日300人企画大じゃん、ってめっちゃ言っちゃったはい、ということで前回先月に募集したドラッグ先月募集した300人企画でどこに行ってほしいですかっていうのを集めたところ、たくさんのコメントだったり DM だったりありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日は1軒3軒ぐらい来ていた白石区にある自販機ランドさんという場所に行ってみたいと思います。僕も初めて来るのでどういう場所かわからないですが、もう近くまで来ているので早速行ってみたいと思います。それではレッツゴー。なんだかんだ白石区撮るの初めて。いや、そうですね。はい、ということで自販機ランドさんはこちら。いやこれ、あ、こちら過ぎてる。はい、早速中に入ってどんなものがあるかチェックしながら買っていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、早速店内に入ってきたんですけども、幸い店内にお客さんがいないのでマスクを外して撮影したいと思います。まずお店の何があるか見ていきたいと思います。はい、まずこちら北海道餃子研究所の餃子30個入り、これ冷凍かな、冷凍で、はい、そういうね、この料金を入れて持っていくっていうね、この信頼からなる、いいね自販機ではないですよ ね、うん、やっぱ次、すごいね、店内撮影 OK、 ありがたいただただありがたい。まあ、次こちら、これ刺身っていうのがまずすごい、すごいね、これ大好き、カンパチあったりとか、マグロあって、サーモンでしょ、粒あって、すごいよね。ネットに骨のない魚って書いてある。社会貢献につながる人販売機、まさしく次行ってみようラーメンね、ラーメンこれ全部美味しそうだね。ちょっと腹減ってきたから。すごいですね、マシマシ系とかすごいね。スイーツだね、ケーキ、フロマージュ、これはあれかな、冷凍ケーキみたいな感じなのかね。そうだよね、そうだよね、そりゃそうだよね、生でゴロンって出てきてビチャってなるそれはさすがに冷凍だ、冷凍だね。あ、さあ、あ、冷凍ですかじゃこんなにでかく書いてあるで、これね、なんかちょい前まで結構流行ってたので、なんかこういう風にこう中にフルーツがあったりとかしてるアイスで、この棒があえてこう斜めについて、詳しくないから全然説明できないけど多分流行ってた。外にも自販機があるので見ていきたいと思います。あ、こっちもね、だね、餃子があって、あ、これ見ました、牛タン、これこれがなんか書いてます、番号、これすごいよね。ここじゃラーメンね、家系があったの、煮干しラーメンね、辛味噌ラーメン、トラックすぐトラック通るで、今回まあいろいろと食べたいもの、美味しそうなものがたくさんあるんですが、まあせっかく来たからにも、しかもコメントでね、いただいてたのは白石区にある自販機ランドさんの昆虫を食べろとそういうコメントが来ていたので、まあ男剣士郎しっかりと結果を残したいと思います。その昆虫の自販機がこちら。はい、めちゃめちゃありますね。あ、こっちもあります。2台あるね。はい。で、まあいろいろあって、正直考えただけでうってなるんですけど、まあここにね、自販機のすごくありがたいことと。初心者はとりあえずイナゴでって書いてあるんで、初心者も初心者とかある今回はイナゴを買ってこの場で食べていきたいと思います。ちなみに昆虫は食べたことあるんですか？ない、だから怖い怖いんですか？すごい、こんな感じ出てくる。へえ、すごい、プラスチックのね、コップに入って、おお、冷たい。じゃあ早速開けて食べてみたいと思います。イナゴ、あ、でも裏に電子レンジ等で温めるとさらに美味しくなりますね。いや、キモい、怖いよね、怖いって言っちゃった。あ
これは怖いって。うおうわい、やばそう。見えるかな、手のひらに。手のひらに。いや、しかもなんか、いや、サイズ感がすごい。これ、なんかむしろ小さい方。ちょっと待ってよ。ほら、あ、やばい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 。ほら、これだったら映るんだよ。ちゃんと足ありますね。ちょっと油ぎっしゅだし匂いはあるんですよ。匂いなんか香ばしい匂い。ああ香ばしい匂い。よし、まあ、ここはね、男源氏の早速食べたいと思います。マジで怖い。いただきます。美味しくはない美味しくはないけど、食べれる。なんかね、ビジュアルが気持ち悪いだけで意外と食べれるかも。いやいや、やだやだって言っちゃった。まあ、一言で言うとまずい。忘れてた。この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。